ボバヘッド、ボバヘッド、ボバヘッドは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズの登場人物。エピソード5、帝国の逆襲と、エピソード6、ジェダイの帰還で演じているのは、ジェレミー・ブロック。声は、ジェイソン・ウィングリーンが演じていたが、2004年以降、制作の映像ソフトでは、劇中の設定に基づき、クローン元である人物、ジャンゴ・フェットを演じたテムエラ・モリソンの声に、 変更されている。エピソードに、クローンの攻撃での少年時代は、ダニエル・ローマンが演じた。アニメ、レゴ・スター・ウォーズでは、トレバー・ディバルが演じている。映画での登場シーンは少ないが、多くのスピンオフ作品にも登場する、人気キャラクターである。伝説の傭兵集団、マンダロア兵団が使用した、全身に、様々な武器を備える、マンダロア走行でその身を包んだ、 バウンティハンター、賞金稼ぎ。帝国や犯罪組織に雇われては、数々の屈強な賞金首を的確に仕留めて、名を上げていき、特に、エピソード4.56の時代には、銀が一の、賞金稼ぎとしてその名を馳せた。愛用する、武装戦はス、スレーブ・ワン、スレーブ・アイと呼ばれる。初登場は、1978年に放送された、テレビスペシャル。 スター・ウォーズ・ホリデー・スペシャルのアニメパートにて映画本編に先駆けて登場した。映画本編に先行して登場したシリーズ初のキャラクターである。映画本編の劇中で初登場は1997年の特別編以降のエピソード4新たなる希望の修正版では合成によって出演シーンが追加され、ジャバザ・ハットがハン・ソロに借金の取り立てに行く場面で、 ジャバの用心棒の一人として、亀を出演している。それを除くと、正式には、エピソード5、帝国の逆襲にて、反乱同盟軍の反ソロを捉えるために、ダース・ベイダーが雇った腕利きの賞金稼ぎたちの中の一人として、登場した。反ソロは、自身の操縦する、ミレニアム・ファルコンを、帝国軍船艦が投棄したゴミに紛れさせるという、奇策で、 帝国軍の追撃を出し抜いたのだが、唯一ボバはこれを見逃さず、ソロたちの後を追跡した。これは、エピソードに、クローンの攻撃で父である、ジャンゴヘッドと共に、ジェダイの騎士オビワンケノービを追撃した際、似た手段で逃げられた経験から、ソロの起点を見破ったと去る。ボバは、惑星ベスピンの、クラウドシティまで、アイキ、スレーブワンで、ミレニアムファルコンを追跡し、ダンスベイダーと共に、 ソロラを罠にはめ、捕らえることに成功した。この際、ボバは、ジャバザハットからもソロにかけられた、懸賞金をもらうため、ダース・ベイダーから、報酬の一部として、カーボナイトで冷凍された、半ソロをもらい受けた。ボバは、ダース・ベイダーもその腕を認める賞金稼ぎであり、ボバも、ベイダーを信頼していた。その実力から有名であったとはいえ、あくまで一回の賞金稼ぎでありながら、 劇中ベーダーとも対等の口調でやりとりする。このことからも最強の賞金稼ぎと言われた父にして自身のクローン元であるジャンゴフェットの才能を継ぐ賞金稼ぎに成長したことがわかる。エピソード6ジェダイの帰還でルークスカイウォーカーたちがジャバザハットからハンソロを救出に来た時にはボバはジャバに用心棒として雇われていた。 ルークらを処刑しようとした際、砂漠の大穴に生息する、人食いクリーチャー、サルラックの上のセールバージで、ボバは、ルークと対決することになった。ブラスターライフルで射撃を試みるもライトセーバーで、重心を切り落とされ、今度は高速ワイヤーをい出して、ルークを縛り上げたが、これもライトセーバーで切られてしまう。ルークが、他の敵と交戦して気を取られている隙を狙い、鉄鋼に備えた。 リストロケットで背中を撃ち抜こうと心を見るが、まだ視力の全開していなかったソロの闇雲な攻撃が、ボバのジェットパックを直撃。その誤作動によって、セールバージの船体に叩きつけられたボバは、サルラックに丸呑みにされてしまった。父のジャンゴフェットもジェットパックの故障に気づかず、メースウィングに破れたため、親子揃って、ジェットパックの誤作動が原因で、ジェダイの騎士に破れたことになった。 エピソードにクローンの攻撃では、ボバの正体は、銀河最強の賞金稼ぎとなを馳せた、ジャンゴヘッドが、神井ノ人が制作する、クローン兵の遺伝子ホストとなったことへの報酬の一部とて、作らせた、ジャンゴの完全なクローンであることが判明した。他のクローントルーパーは、同じく、ジャンゴの遺伝子により作られてはいるが、生産性向上のため通常の二倍の速度で成長する上、 反乱を起こさないよう自我や独立心が見栄えにくいように調整されて作られているが、ボバはジャンゴの意向でそういった調整は一切なく作られた完全なクローンである。エピソード4から6でボバが身につけていたマンダロア装甲や愛機とする武装艇、スレーブワンは父ジャンゴから受け継いだものである。その証拠にエピソード2でジャンゴがオビワンケノービと戦闘した後に 自身の宇宙船に乗り込む際に頭をぶつけるシーンがあり、その後ヘルメットの一部が凹んでいるが、ボバのヘルメットにも同じ場所に凹みが確認できる。ボバはジャンゴをパッパと呼び、ジャンゴは彼を実の息子として育て、愛情を持ちながらもマンダロア戦士の正当な後継者にするべく、ジャンゴ直々にマンダロア戦士としての戦闘技術の英才教育を受けて育ててきた。 だが、ジャンゴは、ジオノーシスの戦いにて、ジェダイの騎士メイスウィンドと戦うも斬首され死亡する。イゴボバはジェダイに対し決して消えない憎しみを抱くようになったという。スピンオフ、外伝作品、クローンウォーズでは、父の死後、父の知り合いの賞金稼ぎたちに育てられながら、父の復讐の機会を伺い、ラッキーという偽名で、クローントルーパーの連兵に紛れ込んで、 メース暗殺を図るも失敗。また、その際には、ジャンゴ直伝の段違いの射撃能力を披露したり、ある意味では、自身の兄弟ともいえるクローントルーパーやクローントルーパー、候補の少年クローン兵を殺せない人間性を見せている。失敗によりスレーブイは大破し、共和国に捕まった。その後、銀河内乱の表舞台に踊り出るまでの約20年間の、 正確な足取りは不明だが、傭兵や殺し屋として暗躍し、実戦経験を通してその腕を高めていったことは確かなようである。2015年に公開されたエピソード7にあたる、スター・ウォーズ・フォースの覚醒では、惑星タコ棚のマズカナタの城に様々な旗が飾られているが、その中にボバフェッドの装甲服の左肩に刻印されていたマンダロア兵団のエンブレム、 前具の頭骨が描かれた旗も飾られている。2012年のウォルトディズニーカンパニーによる、スターウォーズシリーズの制作会社、ルーカスフィルムの買収に伴い、それ以前に展開していた、スピンオフ、外伝作品は、レジェンズ、生史として分別されることになった。以下は、それら、レジェンズに属する、スピンオフ作品での設定を挙げる。映画、エピソード5、 帝国の逆襲では、出番もセリフも少ないながらも、帝国軍も他の賞金稼ぎも気づかなかった、半ソロの奇策をただ一人見逃さなかった抜け目のなさや、ダースベーダーとも対等に会話のやり取りをする様、身を包む装甲服のデザインと、その装甲には全身に様々な武器を備えているという裏設定などから、ファンの間でメインキャラクターに引けを取らない人気キャラクターとなっていった。 だが、エピソード6、ジェダイの帰還での主人公ルークラとの対決では、走行に様々な武装を備えているという設定がありながらも、劇中では、その本の一部しか使わずに、ルークラに敗れてしまう。後に、エピソード6の、オーディオコメンタリーにて、シリーズ総監督のジョージ・ルーカスは想定外の人気キャラクターとなった、ボバの、この扱いについて、こんなに人気が出ると知っていた。 もっと戦闘シーンも長くして、最後の場面もかっこよくしたのにと語っている。その当時のファンの期待に応えるべく、後年制作されたエピソードに、クローンの攻撃では、ボバの父である、ジャンゴフェットが、装甲に備えた、様々な武装を使いこなしながら戦闘する姿が描かれた。制作側も想定していなかった形で人気が出た、ことで、エピソード4。 新たなる希望の修正版では登場シーンが足されたり、後年制作されたエピソードにクローンの攻撃では物語の根幹に関わる重要人物としての設定が追加されるなどした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。